ブラジル、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。1回戦はリングスオランダ、バレンタイン・オーフレイムを。2回戦はリングスロシア、コーチキン・ユーリをブラジリアン柔術のテクニックで次々と撃破。柔術のテクニックもさることながら、ボクシングでも選手権優勝の経験を持つノゲイラ。ブラジリアン柔術の王者に死角なし。リングスロシア、アンドレイ・コピロフ。1回戦は柔術世界王者カステロ・ブランコからわずか16秒で勝利。世界チャンピオン敗れたり。2回戦はリングスオランダ、リカルド・フィエートを8秒で下し、トータル24秒の戦いで決勝ラウンド進出。ロシアンサンボの名誉をかけてブラジリアン柔術の王者を迎え撃つ。この試合方式はいいですね。はい、第3試合を行います。オープンよりアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ選手の入場です。ブラジル人の登場であります。アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、フロリダを拠点にしています。この A ブロック10月28日はオーフレイブを、そして2回戦ではユーリを次々と撃破。ここ準決勝に、準々決勝に駒を進めてまいりました。ブラジリアン柔術選手権96年から98年3連覇、そして昨年99年全米柔術大会超重量級無差別級と2階級制覇の実力者です。この人はすごい折り紙付きですね。そうですね、やはりそれだけの実績もありますしね、そのブラジアン柔術の重量級ではですね、本当トップクラス、もう本当すごい選手ですよ。この表情も素敵です。一体どういったコピロフ相手に戦いを見せてくれるのか。1月15日ワールドエクストリームファイティング、あのジェレミー・ホーンに判定勝ちを収めています。ここでウェアを取ってリングインします。191センチ、105キロ、前回も105キロ、きっちりとウェイトは整えているようです。24歳、まだ24歳という。そうなんですよね、まあ、今回はですね、この来日前に、ブラジルに戻ってですね、たっぷりトレーニングを積んできたと、言ってましたね。ひときわ大きさが目立ちます。記者会見でも前田選手の次に大きかったこのアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラです。横にはズーエフとハンがずっと付き添っています。アンドレイ・コピロフ、この表情、前回の1回戦そして2回戦16秒と8秒足しても24秒、これはすごいですね。すごいですね、伊藤さん、この人の人気いきなり高くなっちゃいましたもんね。もう前からいた選手なんですけどね、このところもどうぞ、すごいですね、この歓声ですよ。いやいや、今までこんな歓声はこのコピロフにはありませんでした。申し訳ないけど、本当、しかし今や人気者です。負けましたよね、やっぱり熊子さん、格闘技というのは勝たなきゃダメなんですよね。そうですよ、もう強さを証明しないと、さあアンドレイ・コピロフリングインであります。本当に強ければ人気が出るんですよね。そうですね、第3試合トーナメントグランドファイナル準々
105kg、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ。赤コーナー、187cm、120kg、リンク・ロシア、アンドレイ・ポピラーフ。レフェリー、和田良学。この試合、レフェリーは和田良学さんです。さあどんな試合になりますか。15キロ差、こちらがノゲイラです、今日のウェイイン105キロ、コピロフは120キロです。さあもう熊子さん立ち上がりからもう絶対これ、テレビの前から離れちゃダメですね。そうですよ、もう特にコピロフはですね、やはり一発で決める力が強いですからね、1回戦16秒、2回戦8秒、秒殺男がこのノゲイラ相手にどういった戦いを見せますか。もう本当にですよ、これはもう最高の技術が見れると思いますよ、金原さん、はい、金原さんが抑えるポイントはどこですか、この試合の。そうですね、3本台やっぱり充実なんで、面白いですね。どんなあの3本のコピロフがどんな崩し方をするのかなっていうのが楽しみですね、さあもうお互いに視線を外すことはありません。あのおそらく、あのノゲイラはパンチでくると思いますよ、ボクシング相当ブラジルで練習してきたそうですからね、この人ね、ボクシングかなり自信持ってるようですからね。それはコピロフにも情報言ってますよね、当然言ってますよね。さあ両者の距離がどのように縮まっていきますか。これスタート切るのが大変ですよ、もうスタートが勝負ですから。さあ和田龍学さんが整えました。両コーナーに分かれます。サード注目であります。マウスピース。マウスピース、なるほど。さあ、いや緊張が高まってきました。さあ、スタートです。試合開始。まずは、間の取り合いになります。ストッピングをしながら、コピロフが回っていきます。コピロフが相手の周りを回る形なのか、ピーロスレート。うまいですよ、ストッピング。あんなで、できたんですね、コピロフ。そうですよね、テクニックありますよね。さあ、秒殺か。グラウンド入っていった、クリスカだよ。秒殺おじさん、頑張れ。コピロフはどうだ。いや、取れてない。やばい、ノゲイラ、パスガードいきますよ。さあ、三連か。いや、腕を取っ。ダメです。このコピロフの挟む力がすごいんですよね。そうだね。すごい。カイナにしてもその股の力にしてもものすごいものを持っていると言われています。この体勢は金原さんどうなんですか。今でもちょっとノゲイラが有利ですね、今の体勢は。これでひっくり返したらまだコピロフがいいんですけど、これでも腕を取っているのはコピロフですよね。そうですね、でもまだ決まる体勢にはなってないですね。ああ横四方になっていきました。腕を伸ばされたらちょっと怖いところがあります。ちょうどグラウンドの中央サイドポジションですね。しかしコピロフは下から攻撃をすることができます。コピロフといいますとあの知恵のような何をやっているかよくわからないようなサンビションがお得意でありますが、おあ首取りますよ。危ないぞコピロフ。サンボには首の締めがないんですよ。ちょうど真ん中だ、真ん中だ、真ん中、真ん中。十字に来ましたね、今首と十字を狙ってますね、ノゲイラが。大手飛車取りか、大手飛車取り。なんとか穴沼に持ち込んでいきたいところですが、コピロフは首は最も狙われたくないところですね、右足をこじ入れられています。危ない危ない危ない。わらにはまった、わらにはまった、捕まえたぞ。さあトラップは仕掛けてたのは膝十字狙ってますよ、膝十字。コピロフが挽回していきます。コピロフはわざと隙作ったんでしょうかね。あれ腕絡み、腕絡み。さあアブロックだ。力がすごいですからね、いやものすごい大歓声。金原さん、ここは何ができます。ここからあのアブロックですね。アブロックでもし逃げられたら膝中心狙ってますね。なるほどなるほど。さあコピロフも大手飛車取りだ。うまい体勢ですね、しかし熊子さん、さっきのよくかわしましたね、はい、本当そうですね。相手が一気に決めに来ようとしてちょっと隙作っちゃったんでしょうね。腕が伸びるか。また今度コピロが十字を気をつけなきゃいけないですね。今足が入ってるから大丈夫ですけど、これ行きますよ、行きますよ、伸ばす、アンダーだ。あ抜けた、あ抜けた、滑った滑った。今チャンスでありました。これはブレイクになる可能性が高くなってまいりました。これノゲイラ何しようとしてるんですか。これいやこれはまだポジションを整えてるところでしょう。
で、アームロックですね、相手の腕を、頭側にひねるアームロック、はい、バイバイ、これで勝ち取れたんですか。肩を入れてきました。コピロフガードセンスがいいですね。しかしコピロフがこうスタンダードで攻められっぱなしっていうのは珍しいかもしれません。ちょっとやばいですね。うわ、首入ってますね。ポジションはこんなところなんですが、ブレイクか、ブレイクか、ね、はい、これではまだブレイクになりそうもない。膠着しますとブレイクになります。首を引き出そうという、この話は良くないですね。コピロフの首を引き出すのはこれ容易ではないでしょう。亀のようになってますよ、本当に文字通り、ね、本当にね、しかしコピロフ秒殺はこの試合はなりませんでした。さあ、ここから相手は24歳のハムロ、コピロフも34歳、首を取りに食いますね、これ、はい、わー、左の腕が危ないですね。ここはコピロフはもうずっと防御しかできないでしょうかね。首は抜けません。これ十字きますよ、十字。あ、ブレイク。ここでブレイク。おーという歓声が湧き上がりました。コピロフはこれで助かります。さあ、一つ大きく息を吐き出しましたコピロフ。コピロフは秒殺で勝ってきましたけど、それほど長い試合は得意ではありません。ノグリダもちょっと動きが重たくなってきましたね。いや、もうこれだけ相手の体重ありますからね、両手とも、はい、上乗りだけで疲れますよ。なるほど、コピロフと言いますと相手に仕掛けさせて逆カウンターを取るのが得意です、はい、あのガードが今すごい下がってますからね、第1ラウンドはロストポイントはありません。日本武道館からライブでお送りしています。あれ、ちょっと疲れてますね、フルマラソンを走り切った選手のようです。こちらはやっぱり若いのか、24歳。これ横の弟さんですよね。そうです、はい、よく似てますよね、弟さんですね、はい、ジュリスは茶を予想ですよ、はいはい。まあ、お兄さんはフロリダが拠点なんですが、アメリカ、弟さんはブラジルにいるんですよね、はい、しかし、今回のためにこのように付き添ってまいりました。コピロフはこれ相当疲れてますね、いやー、今の試合、糸井さん、あまり言葉少なだったですけれども、いやー、だってどうなるかが全くそのつど分かんないですもんね。いやー、セコンダー、セコンダー、あのコピロフって、あの、はい、視線が見えない名手なんですよ、普段。あ、なるほどね。それが白目が見えてきてるんで、嫌なこと言いますね。嫌なんですよ。いやー、ほら、この目ならね、どこ見てるか分かんないですけどね、はい、さあ、第2ラウンドです。パンチの後で取ってればいいですね、勝った選手はダン・ヘンダーソンとセミファイナル戦います。バックステップで相手のパンチをかわしてきましたけれども、おお、ちょっと遅いですよ、ね、遅いね、遅いですね。まだ相手が足数警戒してますからね。さあ、今腕取ってますね。ノゲイラの反応はいいですね。あ、そうですか。おっと、また組みに来ました。コピロフ疲れてます。コピロフ疲れてる。コピロフ疲れています。危ないです。コピロフ破れるとリングス勢が残っていかなくなります。コピロフはリングス伝統の焦点ですね。コピロフ疲れている。タックルも切られる。これまたバック取られました。1回戦2回戦というのはスタミナ必要ありませんでした。足しても24秒。この試合5分を経過しています。そして第2ラウンド、いや、苦しくなりました。第2ラウンドに勝敗がかかっています。今しかさず行こうとしたんですよね、ヒットの投げですね。これじゃよく負けてた試合のコピロフですよね。ですよね。急に失速してしまいました。
右のストレートから、さあどうでしょう、このままですと優勢はノゲイラでしょう。一周攻めています、右の正体、右の正体、さあこのまま押しを行きます、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、苦しそうだ、ちょっと苦しいですね、コピロフ、さあコピロフはちょっと追い込まれています、土俵際だ、これ下がりながら何かも狙ってるんでしょうかね、いやもうちょっとやみくもに消極ってるだけですね、いや腕をキープする力もない、もう一回足を立ててほしいですね、ちょっと先頭意欲がなくなってきたというような感じになってきています、あるいは何かはめようとしているのか、いや顔がねもうね、スタミナが完全なくなりましたね、これさあグラウンドで、お首は取れてません、取れてません、これが最後のチャンスかもしれません ね、 ここで、はい、さあ上に乗ればスタミナは少しフォローすることができます、あーダメです、いやこれコピロフはもうガソリン切れですね、これ完全にスタミナ切れですね、やはりスタミナがそれほど残っているわけではないでしょう、あと1分です、右のストレートから入っていきます、パンチだというアピールです、コピロフはオープンフィンガーグローブを着用しませんでした、ハンが怒ってますよ、ちょっと厳しいですね、コンピロフはもうここで終わりなのか、カウンターです、攻め込んでくる、さあ乗りかかっていきますブラジル勢、ここで決められてしまうかもしれないコピロフ、秒数がどうなる、マウントポジションで試合終了になりそうです、試合終了です、これは第2ラウンド全くやることができないでしょう、コピロフにジャッジによる判定を行います、そうですね、これはもうノゲイラでしょうね、どこでスタミナ切れたって感じなんですかね、いやもう1ラウンド終わった時点でもうかなりガス欠でしたね、まあ外からファイトかけるのはもう勝手ですけれども動けなかったですね、ハントズエ先生が追っかけ回してましたもんね、まあ金原さんはね、あの現役の選手ですからもう手に取るように分かるかと思いますけど、はい、スタミナ切れた状態というのはもう動く、やっぱり動かないでしょうね、1回切れるときついです ね、 動かそうと、まあ、周りがおそらく声も聞こえてるでしょうけども、セコンドの声も十分届いているでしょうが、動けなかった発表いたします、ジャッジです、ジャッジジョン・フルーミング19対20アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ、ジャッジ藤原19対19ドロー、ジャッジ太田20対20ドロー、1対0でアントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ選手の勝ちでございます、コピロフ敗れました、リングス勢残らず、本当にあと残っているのはリングスジャパン田村だけということになります、これでセミファイナルの一つのカードが決定いたしました、アントニオ・ロドリゴ・ノゲイラ対ダン・ヘンダーソンというカードになります、いや追
込まれました糸井さん。いや前田明の監督の肉を切らせて骨を断つっていうリングス作戦ですね。すごい作戦ですよそれは。恐ろしすぎる。熊子さん一言。いやーなんかいやしかしホビロこんなスタミナないとねえ、まあ、ただもう乃木浦完全にですね、まあ、足監督警戒してましたからね。もう仕掛けは上がってましたから全て。金原さんもあえて一言この試合。そうですね、あのコピロフのガツケスが痛いですね。これは意外でありました。日本武道館からライブでお送りしています。しかしノゲイラも疲れた。次の試合にこれは大きく響きそうです。さあ場内がまたまた暗転となっていきます。いよいよ田村対ヘンゾグレイシーという大一番がこの後やってきます。ノゲイラも疲れてそうです ね, ですね。というかもう全員疲れてますね。疲れますね、そうだ楽な試合一つもなかったですね、はい、やっぱりルールってすごいなデザインって、いや前田社長恐ろしいものを作りましたね。やっぱり判定が多いですよね。そうですね。そうだね。さあ始まりますよ。